こんにちは、はです今回はおすす今回おめの初期設定をお伝えしていいいきたいと思います初期設定はなぜね今回お伝えしようかと思ったかというとやっぱり、ね、まずね最近時間がねこうできたという方が多く DTM を始めようという方が非常に増えたというのが一点ありますよねあとあのロジックがねそれにも応じてあの3ヶ月なんと無料で体験版ですね使えるということになったのでそういったこともありねより多くの人に快適に ロジックとか Mac を、ね、使っていただきたいなと思ってこの動画を作りました、えー、これがロジックの初期設定本当におすすめなものがあるのでこれを紹介するのとあとそれだけじゃなくて特にトラックパッドを使っている方に関してはこういうものですねトラックパッドあ透明になっちゃったはいこれですねトラックパッドねトラックパッド これを使っている方には、えー、よりね、この Mac の設定を最適化することですごいね、より操作がもう、Logic だけじゃなくて、普段の Mac の操作もやりやすくなるっていう設定方法があるので、おすすめな方法をお伝えしちゃいます。では、どうぞ。では、早速 Logic をインストールしたら、絶対にやっといた方がいい設定内容ですね。お伝えしていきますね。で、まずはここです。の上のこのパネルなんですけれども、環境設定のところの、この詳細ツールっていうところを見てください。 これですねこれロジックをインストールしたばっかりの状態だとこれ全部オフになってるんですよわかりますか違いがちょっとよ両脇に木の枠が出ましたよねここ木の枠が出ましたよねここの詳細ツールを表示をクリックするとまずねこの封印が解除されてですねいわゆる機能制限されてる状態から封印が解除されてさまざまな機能がもう使えるようになるっていうところなんですよ でおそらくこの,あの最初の状態ですと「詳細ツールを表示」っていう風にクリックしても多分この下の部分がね全部こう無効状態になってると思うんですよなのでこれももうひとまず全て有効にしちゃってくださいねこれ全て有効にしてあげるとこの例えばビートマッピングエイリアス機能とか、まあ、要するに言うとオーディオの例えば編集でもより細かいことができたりとかで前の動画でも紹介したんですけどサンプラーのね サンプラーを起動した時にもより細かいエディットができるようになったりとかっていうことなんですよ。でひょっとして例えばねロジックをインストールしたはいいもののあれ説明書とかで見たあの機能がないぞとか、ね、あらゆる動画で見たね、講座の動画で見たあの機能が表示されてないんだけどみたいなことがあったらおそらくここがオフになってる可能性が非常に高いです。なのでこのね詳細っていう項目のところからちゃんとね、この詳細ツールを表示にしてあげて全部オンにしてあげてくださいっていうのが一つこれはまず一つですよ。 次ははの設定なんですよ実はこれはちょっとトラックパッドを使ってるときを前提にしますね。マウスじゃなくてトラックパッドを使ってるときの前提として、えー、例えばこういうことができるんです。今僕、ここ3本指でトラックパッドをタップしますね。3本指でトンってやります。これリージョンが作れてるんですよ。3本指で。トンってやるだけで。 これすごい便利ですよね。デフォルトだと、あの、この、言うことができないんですよね。あと、例えば、このドラッグするとき、3本指で今僕ドラッグしてるんです。このリージョンを。そう。もちろんこれ、ブラウザとか、ほら、こういうふうに3本指でドラッグすることできちゃうんですよ。ウィンドウも。これすごく便利じゃないですか。あと、この拡大ですね。この拡大。コントロールを押しながら、えー、2本指でトラックパッドを、2本指でトラックパッドを、こう、 ス,スライドするとヒュッと拡大できちゃうとかなり拡大できますよねすごいですよねっていうこともできちゃうんですよでこのおすすめのやり方絶対おすすめなのでこのやり方お伝えしますねまずこの左上のところリンゴマークをクリックしてくださいそうすると次にこのシステム環境設定ねここをクリックそうするとここにアクセシビティっていうのがあるんですよ アクセシビティっていうのがあるのでここをクリックしてあげるとまずズーム機能ですね。これデフォルトだとおそらくほとんどの Mac これオフになってるはずです。なので、ね、このスクロールジェスチャーとえ装飾キーを使ってズームって言ったところですね。これを僕の場合はちょっとコントロールっていうねコントロールキーに割り当ててるんですけれどもコントロールキーを押しながらこのように2本指でトラックパッドをねこう滑らせてあげるとこう拡大ができちゃうということなんですよね。 これコントロール以外にも一応できますね。オプションとかコマンド。っていうのが一つ。そして、この下のところの、マウスとトラックパッドってありますよね。ここで、トラックパッドオプションっていうのをクリックしましょう。そうすると、ここ、ドラッグを有効にするっていうのが、おそらく最初ね、オフになってるんですよ、基本的に。なので、これをオンにしてください。これオンにする。で、その時に、ここもひょっとしたらね、3本指のドラッグっていうのが僕はおすすめです。そう。 そうするとさっきみたいな,ことができますなのでこれをねドラッグロックなしドラッグロックありじゃなくてもとにかくもう3本指のドラッグにしちゃうこれだけですこれだけでもひとまず設定ができましたそうするとこれができるようになるんですよ3本指でタップするだけでトントントンってでドラッグも3本指でできる ということなんですねで一つ注意が必要なのがこのシステム環境設定の中で一応このトラックパッドっていう項目も見てあげてくださいこの中でちゃんとこの調べるデータ検出っていうのがちゃんとこうチェック入ってるかどうかだけ確認してくださいねこれオフになってると3本指でタップって書いてありますけどこれが適用されません なのでで要注意です,です、ね、僕のチャンネルではこういったロジックをはじめとしたそれ以外の、ね、作曲のテクニックも、えー、どんどんアップしていっているのでぜひチャンネル登録やグッドボタンいただけると、ね、やる気がモチベーションアップしますのでぜひよろしくお願いします、えー、では最後にですねちょっとおまけで素敵な機能をさらに伝えていきたいと思いますこれ結構見逃せない、えー、効率アップのためのテクニックです、えー、まずですね ロジックを開く時って皆さん曲作る時って新規で作ってますかひょっとしたら新規でね作ってる方がいたらテンプレートっていうのを作ってみてくださいでテンプレートは何かというと一、ね、回まず新規で作ってしまうともう何にもないまっさらな状態から作ることになりますよね例えば毎回ピアノとかメロディーの音,音色は決まっているのにで毎回設定しなきゃいけないってちょっと無駄だと思いませんかもう毎回絶対この音色使うみたいなのがあったとしてで毎回わざとこう立ち上げてね えピアノとか選んであげるのは非常にね、えー、効率が悪いということなので一回ね自分でセットしたものを作るることができるんできんすよね、まあ、例えば、まあ、このようにねさまざまで楽器を増やしていって13トラックありますとこの状態をこのテンプレートとして保存っていうふうにしてあげると実はもうここで、ね、名前をつけてねここで保存ってするだけで、えー、自分のテンプレートがもう作れちゃうんですよほら。 僕はこの楽曲制作デフォルトっていうのと演奏トレーニング用の、えー、テンプレートっていうのを2つだけ今作ってるんですけれどもこれ人によっては、えー、例えばダンスミュージック向けのテンプレートロック向けのテンプレート歌を録音する向けのテンプレート、ね、バラード曲、ね、オーケストレーションを作るためのテンプレートみたいな感じで作っているわけ人もいます。でじゃあ作ったテンプレートをどうやって読み込むかっていうとここにちゃんとあるんですよ。 テンプレートから新規作成っていうのがあるんですよねもしくはロジックを起動したときに、えー、こういう画面が出てきますこれ見覚えありますよね最初かのプロジェクトっていう風にすると新規になるんですけれどもではなくてこのプロジェクトテンプレートの下にマインテンプレートってありますよねこれしてあげるとほら自分のテンプレートを選ぶことができるということなんですね そうだから自分でどんどん増やしていけるんですよ、ここにテンプレートを。っていうこともできるし、あとは、ここにプロジェクトテンプレートっていうのもあります。これはご丁寧にね、もうアップルさんがね、メーカーさんがね、もうあらかじめ用意してくれてるんですよね。こういった。例えばね、このソングライターとかいうのを選んであげたりすると、選択すると。そうすると、まあ、今のやつはね、閉じますか、って閉じる、えー。保存しないでいいや、保存しないと。 すると、ね、この改めてこのソングライター向けのテンプレートになってますよね、えー。ドラム機能とギターの録音用のこの器と歌を録音用だとピアノ音源が入ってるっていう。 ものですねっていうあらかじめ用意してくれているものがあるのでねこういったあらかじめ用意されたテンプレートを使ってあげてもいいしさっきね,ね自分のテンプレートをどんどんバージョンアップしてねどんどん自分の使いやすいテンプレートっていうのを開発して保存してあげるっていうのはもうかなりおすすめですなのでこのテンプレートとして保存っていうのとまあテンプレートから新規作成っていうのもぜひ大いに活用してみてくださいいかがでしたでしょうかねやっぱり今回やろうと思ったのはやっぱりこう体験版とか最近配布されて ね、あのせっかくロジックを今後ガンガン使っていきたいぞっていう方の、ね、ためにねフル機能を使いたいという方も多いと思うので、えー、この設定、ね、意外とこれ分かりにくいところに設定項目があるのでお伝えしましたではまたお会いしましょうあ本日もありがとうございましたきッくんでした